はい、ここまでですね、ダイエット、11月までにお腹をポッコリをなんとか改善したいということで、できればポッコリ連打されるとなかなかちょっとポッコリポッコリね。できればあの、ね、あの食事も楽しみつつ運動も楽しみつつね、ダイエットに取り組みたい、ポッコリお腹を改善したいということでね、はい、やっていきたいと思います。シュッとできるようにちょっとこれから具体的にどんな風にしていくのかっていうのを掘り下げていきたいと思っています。はい、お願いします。はい、11月までになんかシュッとポッコリお腹を改善してシュッと言われたいということなんですけども、今その状態を 100% だとしたら今現在どのくらいですか？ 30% ですかね。 30% はい、結構高いんじゃないですか。 30% の中身ってどんなところです？今日話していて、うん、やる気が出てきたので 20% ですね。やる気で 20%、はい、あと 10% はあの EMC っていうんですかね、お腹をブルブル震わして痩せるダイエット器具、うん、もうすでに買ってあるので、うん、準備してるんだ、はい、環境があるというところの 10% で。あ、じゃあこれってど例えば EMC ってどんな機械なんですか？なんかあのお腹につけて、うん、スイッチつけるとお腹がブルブルブルっと増えて、うん、ただ巻いとくだけで5分ぐらいでかなり運動した、うん、汗がぐっしょりかけるような汗あの運動できるみたいな機械ですね。あ、腹筋も鍛えられる。そう、そうですね、はい、でかつポッコリお腹を減らしていけるみたいな、はい、買ってどのくらい使ってるんですか？買って個人的な興味なんですけど1年半は経ってるんですけど、うんうん、半分も使ってないと思います。使わないと効果出ないですよね。出ないですよ。で久しぶりに使うと結構きついので、うん、結構こたえるんですよね。あれ効果ってどうです？あ、でも、うん、そのいろんな種類があって、ね、そのリラックスとか、うん、であのお腹に結構ストレスを与えるようなものがあって、そのストレスをつけるんですけど、うん、結構腹筋を何十回もやったようなお腹のきつさというか。うんうん、はやっぱ感じますし、うん、汗もぐっしょりかけるぐらい。これは1日どのくらいやるんですか？1日5分ぐらいじゃないですかね。1日5分で、はい、前回使った時とかって効果はやっぱり実感しました？なんか少し腹筋が出てきしまってきたなって。さすがにお腹がシュッとしてくるのはやっぱり間違いなくありますね。すごい。なので夜例えば、まあ、寝る前じゃないですけど、まあ、少し YouTube 見てる間に、うんうん、巻いといてつけながら YouTube 見とくみたいなことがながらができるので、うん、はい、平日そういうのを活用したいなとは思ったりしてます。そっか。他になんかやりあのダイエットで取り組みたいこと、あとはそうですね、うん、ウォーキングはやってたのでまた復活はさせたいんですけど、うん、何分暑くなってきてるので汗かくんじゃないですか。歩きたくないなっていう歩きたくないなっていう気持ちはあるんですけど、そのウォーキングは、はい、もう一回やる、はい、やる。これはどのくらいの頻度で？週末だいたいその歩ける時間が週末しかないので、まあ、土日でタイミングですよね。土日で、はい、時間はどのくらいですか？だいたい40分から1時間がいいって言われてて、その整骨、その体のあの整骨というか整骨院から言われるのはやっぱ40分ぐらい歩いた方がいいとも言われてたので、やっぱ40分から1時間ぐらい。うん、どんなタイミング、土日のどんなタイミングでやるんですか？朝とか夜とか。やっぱ夕方ですね、ちょっと気温が下がってきた頃。うん、誰と一緒にやります？いつもは、じゃいつもは、あ、でもう奥さんか、うん、長男ですね。例えば家族は一緒にウォーキング行こうよって言ったら結構一緒に行ってくれるんですか？嫁さんは行ってくれるんですけど、長男は半ば強制ですね行きたくないって言うんですけどいいから動けって言って無理やり連れていく感じですね。買い物ついでに一緒に歩かせる感じです。家族とウォーキングするってどうです？楽しいですか？やっぱりその普段歩きながら長男と会話できるって、歩きながら長男と会話するのはやっぱ面白いですよね。その時やっぱ長男もよく話してくれるようになったりするので、当然2人きりなので、うんうん、することもないので、うんうん、やっぱいろんな話ができるのはやっぱ面白いなと思いますね。いいですね。いや、なんかこうほのぼのしてね、楽しい。大事な時間ですね、はい。なんか二次的な効果もあるんじゃないですか、この家族のコミュニケーションがね。間違いなくあると思います。いいですね。間違いなくあると思います。はい。他にはダイエット、どんどんいきましょう。他にはですね、
いや、いや、いやでもそれ、ああ前やってたのは、あのちょっと病気になってやめちゃったんですけど、それまでやってたのは朝起きてから、うん、腹筋と言っていいんですかね、その肩足を上げて何分間キープするみたいな、うん、お腹のトレーニングを寝起きすぐに、うん、5分か10分ぐらい朝、朝ですね、はい、もうベッドの上で眠気覚ましついでに、うんうん、10分ぐらいね、はい、そうやっていた。うん、いやなんか聞いたら結構ウォーキング、あ、ダイエット運動すごい取り組まれてますね。ただ継続ですよね。あ、継続はしてない、はい、そうですね。それぞれ違うタイミングで何かやってるみたいな感じですよね。このなんか、まあ、こういうものを、まあ、どれか一つ絞ってちょっと話していきたいんですけど、まあ、この中、まあ、継続っていうキーワードでね、まあ、どれだったら一部ずっと11月まで継続してモチベーションを保ちながらできると思いますか。2つ必要だと思ってて、週末の何かと平日の何か、うん、2つ必要だと思ってるんですよね、うんうん、痩せるためには、うんうん、まずは平日のお腹のベルトは続きやすいので、うん、はい、うんうん、これを続ける。週3回くらい続けたいです、うん、週3、はい、うんうん、週3回、はい、週末のウォーキングもしくは子供と何か一緒にスポーツをする、どちらか週末の運動ってところをやっていきたいかなと思います、うんうん、週末はもうどっちか1日でだけでも、そうですね、どっちか1日だけでも、うん、はい、子供とスポーツするのか、ダメだったら歩くのかみたいな、うんうんうん、どっちかやりたいですね。なんかね、この話聞いてると家族の方も巻き込んで一緒にダイエットしてる様子がなんか浮かんできますね、うん、そうなんですよね、うん、まあ、そういう場を持ってなんかコミュニケーション取るっていう時間も、はい、大事かなと思うので、うん、この一緒にやってる時、家族から、まあ、僕の中が目標を11月までにシュッてなることも大切なんですけども、やりながらやってる時に子どもたちとかご家族の方からどんな声をかけられたら嬉しいですか。あ、どんな声か、頑張ってるねとは言われたくはないのでなんだろうな、楽しんでるねって言われるといいかもしれないですね。楽しんでるねってことだね、はい、いいですね、ダイエットを楽しんでるねって感じでね、はい、これでね、先ほど食べ物も楽しみながら運動も楽しみながらね、シュッとできたら最高です、はい、最高っていうちょっと道筋が見えてきた感じがしますねはい、はい、じゃあこれをいつからやっていきますか。もう週末終わっちゃったので、うん、あ、そうですね、今週からまず平日はベルトを装着して、うん、行きたいかなと。おー、いいですね。思います。まずそしたら月曜日ですね。月曜日、はい、いや、月曜日ですね。明日です。はい。月曜日の夜、朝、夜ですね。うん、朝ですね。あ、夜、夜です。夜ですね。二回やれとみたいな感じを思いましたけど。そうですね、はい。はい。寝る前ぐらいに、はい。はい。今宣言が出ましたね。はい。はい、皆さん聞いてますかね。やります。やりますよ。明日の夜からスタートします。やりますよ。ね。はい。あ、しかも今週の週末は3連休ですね。あ、本当ですね。うん。3連休、3連休のうち何日ぐらいウォーキングやりますか。真ん中の中日はちょっと会社の所用で、うん、そのイベントの開催があるので、うん、ちょっとそっちで多分夜厳しい、昼間も夜も厳しいので、うん、土曜日と月曜日、うん、土曜日と月曜日2日間、はい、じゃあもう家族の方もアポイント入れておかないといけないですね。そうですね土曜日は奥さんと歩こうかなじゃあ奥さんもよく聞いておいてくださいね、はい、土曜日開けておいてください。晴れることを祈ります、はい、あ、そうね、晴れない、はい、晴れないとはい、じゃあ一応ね、ここまでセッションやってきて、ここで大体もう少し道筋見えたかなと思うんですけども、いかがですか、今日セッションを受けてみてちょっと感想をお聞かせ願いますか。ですね、やっぱり一番気づいたのはその楽しくできそうだなっていうところと、うん、
でやっぱ自分にはその、まあどうまあ、やっていたこともやっぱ少なからずあるし環境もあるんだなってことやっぱ分かったので、あとはやるだけ、うん、続けるだけ。あ、続けるだけね、はい。じゃあこの続けるにはどうしたらっていうところもちょっと、はい、考えつつ、なんとか、うん、でもなんとかなりそうだなって本当にすごく思いました。楽しくなんとかなりそうだなって気がしました。あ、しました、はい、あ、そっかそっか、よかったね。じゃあ11月でポッコリお腹がこうね、基準をクリアした殿さんが、今の殿さんにアドバイスをするとしたら、11月健康診断終わったら美味しいビールが待ってるよっていうこと言うんですかね待ってるよって、はい、待ってるよって言ってるんです。ああ、いいですね、はい、きっとその時に美味しいビールが待ってるはずなんで。それに対して殿さんは何て答えますか？頑張るよと。なんか自信なさげなんだけど頑張るよともっと自信持って、そうですね、続ける、頑張って続けるよって言ってるんだと思います、はい、ビールが待ってますね、はい、はあ、いいですね、はい。じゃあそんなところで今日目標がねできましたので、またあの頑張って、あのまたね、続いてる続いてないっていうのをなんか僕にも少しだけ教えてくれたら嬉しいな。フェイスブックのグループで、はいはい、経過はアウトプットしてたら継続するような気もするので、はい、はい、して11月健康診断終わったらぜひ報告をお願いしますね。はい、わかりました、わかりました。右田のおかげでできましたと報告するの楽しみに待ってます。はい、写真つけてお、はいはい、じゃあそういうことで、はい、今日セッションやってみて、なんか一通り、あの今日は2回目、私もこういうラジオでセッションやって、逆にその右田さんどうでした、2回目このラジオでセッションやってみたじゃないですか、なんか変わった点とかあったりするんですか？先週はねやっぱり緊張してて、 何を喋ってるのかなんか分からなかったっていうのがもうね正直なところだったんですけど、今日はなんか落ち着いて、いつものように話できたかなって思います。あの、まあ、相手がトマさんで、ね、何回もやってるっていうのもあるんだけどもリラックスして、まあ、コーチングってこんな流れでやるんだっていうのがなんかこうできたかなと思ったので、ぜひなんかこういうコーチングに興味ある方がいたら、ぜひあのいろんなところにコーチいらっしゃいますので声かけて、ちょっとセッションやってみて、あ、やってほしいとかね、声かけてもらったらあの楽しいと思いますよ。いいですね、はい、うん、こういうふうに楽しく進めれるんだよも、はい、ぜひ殿さんもね、いろんな経験もあるんです、会社で相当ねやられてるって聞いてますし、うん、私もあのなんていうのかな、まあ、名護とかにいますので、あの北部の人とかもし聞いてたら、なんか受けてみたいっていう方がいたらぜひ。そうですね、うん、はい、いや三田さん楽しいのでぜひ三田さんのご自身まあね、うん、そんな感じでね、コーチングこんな流れでいつもやってますということでしたね、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそうですね、あのエンディングにはまだちょっと早いのかな、あのじゃあそれではあのこの今日のコーチングラジオであの質問のテーマであるんですけど、他人に言われて嬉しかった言葉はっていう質問みんなにしてるんですけども、そうですね、僕はその研修とのグループワークの時に、フードンさんって面白い視点持ってるよねって言われたことがすごく今でも覚えてますね。あ、面白い視点、はい、なんかそのコメントするとか質問とかその指摘がすごくいつも人とちょっと違ってて、うんうん、もうその時はすごく嬉しかったの覚えてますね。ちゃんとなんか役に立ってるんだというか、まあ、自分面白いんだっていうのをすごく思ったので、それはすっごく良かったです。今でも本当に覚えてますね。うん、なんか相手にとってねいいアドバイスになったんでしょうね。そう、その人は多分何気なく言った言葉なんでしょうけど、うん、はい、すごく今でも覚えてますね、うん、多分言った本人は絶対覚えてないと思うぐらいさらっと言ってたんですけど、だからコーチングのセッションでもよくこのフィードバックっていうのがあるじゃないですか。そういう時なんかこうコーチから思いがけない言葉言われると嬉しいですよね。めちゃめちゃ嬉しい、あそこ刺さるんだなみたいなのが、うん、はい、ありますよね、うん、なんか自分の欠点だと思ってたところを実はそこって素晴らしいですよねとかって言われたりするとかね、結構コーチから言われることありますよね。嬉しいですね。そういう時嬉しいですよね、はい、うん、まあね、こういう視点を変えていろんな気づきを得るっていうのはコーチングのね醍醐味だと思いますので、はい、醍醐味です、はい、そういうところもね経験していきたいと思います。はい、はい、じゃあエンディングですね。はい、はい、今夜の脳の
筋トレラジオコーチングってなーにはここまでです。このラジオではコーチングを通して皆さんに気づきを得てほしいと思っています。今日もゲストはもちろん私自身もコーチング的コミュニケーションで気づきを得ることができました。このように気づくのはあなた自身です。あなたの気づきはあなたしか気づく、あなたが気づくしかありません。今のあなたはもしかしたら他人の目を気にしていたり、古い価値観に縛られていたり、失敗を恐れていたり、不安になるのが嫌で本当の自分に気づくのを避けているのかもしれません。他人の目なんてどうでもいいじゃないですか。失敗してもいいじゃないですか。自分は自分でしか変えられません。私からの質問です。あなたはどうしますか。いつでも答えはあなたの中に、脳の中にあります。今週の、脳の筋トレラジオはここまでです。はい、ということなんですが、あと40分、いや40秒ぐらいありますね。もう皆さんコメントでちょっと難しい、ね、はい、コメント、ね、コメント入れてくれてるので、はいはい、ちょっとそうだね。スクワットや前後左右の片足スクワットなど種類が多い。スクワットだね。ビール0キロカルド飲んでますか。ビールとかあのゼロじゃないね。やっぱ美味しいビール飲みたいですよね。多分ね。多分今日終わったら普通のビール買って帰ると思いますね。はい、はい、ということで、あの今日お二人で、二人のコーチでセッションをやってきました。はい、ではここでここまでとなります。